グロースイエーゲルスドルフの戦いは7年戦争中の1757年8月30日、ステパン・ヒョードロビチ・アプラクシン陸軍元帥率いる、多数のロシア軍が、ハンスフォン・レーバルト陸軍元帥率いる、少数のプロイセン軍に勝利した戦闘。戦術的勝利にもかかわらず、アプラクシンは、ケーニヒスベルクに進軍せず、戦闘が終わるとすぐに撤退した。 ステパン・ヒョードロビチ・アプラクシン陸軍元帥率いる7万5000のロシア帝国軍は、メーメルを5日間の砲撃で占領した。彼は同地を、駐屯地として、東プロイセンへの進攻を開始したが、慎重ながら戦争の経験が少ない彼は、海戦に及び腰であった。予想通り、ベイラウに進軍することを選ばず、グロース・イエーゲルスドルフの村の近くでプレーゲル川を溶か、 ちょ作戦を実行した。ハンスフォン・レーバルト陸軍元帥率いるプロイセン軍25,500は、ロシアの大軍に奇襲をかけ、プレーゲル川を渡火中のバシーリーロープ品将軍を攻撃した。ロープ品は、銃剣で刺され死亡。これを知ったピョートルルミアンツェフ将軍は慌てて、茂みに逃げ、そこで、プロイセン風評と鉢合わせてしまった。 もう一つのロシアの文献会は、レーバルト軍の背後を攻撃した。プロイセン軍が少し後退した一方、ロシア軍は奇襲によるパニックから回復して反撃した。カルムイク人とドンコサック部隊は撤退を装って、プロイセン軍の追撃を誘い、そこで猛砲撃を加えた。日没までにロシア軍の勝利が明らかになり、プロイセン軍は撤退した。両軍は、 それぞれ約5000人の死傷者を出した。プロイセン軍は敗れたものの優勢の敵軍への奇襲で相手に同程度の損害を強いることができた。翌年のツルンドルフの戦いと同じくこのような奇襲は大勢の敵軍に有効であることを証明した。一方のロシア軍も奇襲されて法人を組む時間も機会もなかったもののすごくよくできたという。この勝利の後、 アプラクシンがプロイセン軍の撤退に乗じて、東プロイセン全体を瞬く間に占領することが広く予想されたが、彼はケイニヒスベルクへの進軍をやめ、ロシアへ撤退した。撤退の理由は、ピョートル3世を定位継承者にするためとされる。ロシア戦勝240年記念として、パノラマがカリーニングラードのフリートラント門に掲げられた。 また、2000年発行の遅い、ドニエストルルーブルの200ルーブルの紙幣の図柄になっている。ありがとうございます。